私が最近知った地元の龍神伝説について、これを題材に物語にしてみました。地元に住みながら今まで知らなかったのはという話は置いておいて本題に進みます。カドイ池という周りを歩くと30分くらいかかる池があります。ここには天気が良いと釣り人が来たり、散歩やウォーキング、ワンちゃんの散歩など様々な方々が憩いの場所として来ています。以前に仕事でこの池の近くのお宅に訪問した時の話なのですが、時間が夜の9時頃、池の近くにある駐車場に車を止めて徒歩でお宅に向かっている時に、ウォーキングされている方から挨拶されました。夜のこの時間でそこそこ人が出ていました。この動画の最後に実際にそこへ行ってビデオを撮ってきました。天気も良く、のどかな感じが私はとても好きです。ただ、その動画にとんでもないものが映っていました。私にはその映ったものが弁天様だと思いました。皆様は何に見えますか？時間があれば最後までご覧ください。それでは、地元の方々に愛されている門池の龍神伝説について始めます。昔、昔の話になります。天に大変仲の良いオスの竜とメスの竜がいました。この竜たちは太釈天様の召使いとして住んでいました。その二人の竜は今日夫婦になりました。その二人を祝福するかのようなポカポカとした暖かい春の日差しを受けて、楽しそうに天界にあるお花畑を互いに寄り添いながら歩いていました。時折立ち止まって夫の手の中にあるものを妻が覗き込んでいました。そして二人は互いに顔を見合わせて嬉しそうに笑っていました。それはキラキラと虹色に輝く美しい玉でした。この素晴らしい玉は二人の結婚のお祝いに太釈天様がくださったものです。その美しさといったら言葉では表現ができないくらいの美しさです。そのうちに妻の竜は玉があまりに美しいので自分の手で持ってみたくてたまらなくなりました。そして夫の竜に私にも持たせてほしいとお願いをしました。しかし何せ太釈天様からいただいた大切な虹色に輝く玉を落としたりでもしたら大変なので、持たせられないと言って断ると大事そうに箱の中にしまおうとしました。どうしても諦めきれない妻の竜はついに夫の竜から虹色の輝く玉を奪い取ってしまいました。力任せに無理な体勢で奪ったものだから勢い余って石に足がつまずいてよろめいてしまいました。どうしてかこんな時は良くないことが重なるもので、玉は妻の竜の手のひらからするりと滑り、コロコロと雲の上を転がっていきました。しまったと言って夫の竜は玉を追いかけました。妻の竜も息を切らして後を追いました。あともう少しというところで夫の竜が掴もうとしたところで、その玉は雲の隙間から下界に転がっていってしまいました。ああどうしよう、大変なことになってしまった。二人の竜は青ざめた顔で雲の切れ間から下界を覗き込みました。その玉は気持ちいいくらいに転がっていきました。山に落ちて木の間をコロコロと転がり、沢を下って虹色に輝きながら広いヤシの原の茂みにその姿を消しました。なんて凝った。しばらくするとドボンという音が聞こえたと思ったら、綺麗な虹色の波紋が水面に広がって行きました。夫婦の竜はしばらく固まっていました。我に返った竜は今後のことを考えました。太釈天様には何と言って謝ればいいのか、落とした玉をどうやって探すのか。すると妻の竜が下界に探しに行くと言い出したのです。しかし天界から一度下界に行ってしまうと天に戻ってくることができなくなります。夫の竜とは離れ離れになってしまうことになります。夫の竜は引き止めたが、妻の竜の意志は固く下界に降りることになりました。その時に妻の竜は夫に対して、どうか心配しないで待っていてください、あの玉さえ見つければ雲を呼ぶことができます、雨を降らせることもできます、それに乗ってきっとあなたの元へ帰ってきます。そう言って下界に降りて行ってしまいました。
落ちた虹色の玉をひたすら探している妻の竜は、すでに何年も何年も経ってしまいました。ついには、疲れ果てて動くことができなくなってしまいました。一方で、夫の竜ハゲ界に降りていった妻の竜のことが心配で心配で、なりません。雲の切れ間を見つけては、来る日も来る日も下界を覗いていました。門池の近くに、それはそれは大きな松の木が一本、天にそびえ立っていました。どうにも、気が気でない夫の竜はこの松の木のてっぺんまで降りてきました。池のあたりを何度も見回しても妻の姿が見当たりません。ここまで来ると、妻と一緒に探したくなるのですが、そんなことをしてしまったら、夫の竜も天に戻れなくなってしまいますので、我慢せざるを得ないことでした。そんな状態が何年も何年も続き、ついにはもうすぐ千年になろうとしていました。来る日も来る日も松の木のところに力なく降りていく夫の竜と、よろよろと池の中を探す妻の竜の姿を見ていた帝釈天様は、夫婦の竜が哀れに思いました。ある日、帝釈天様は、夫の竜を呼び、虹色の玉が見つかる方法を教えました。夫の竜は、とても喜び妻の竜のもとに早速そのことを伝えに行きました。妻の竜は、それを聞き元気になりました。帝釈天様が言われていた、玉を落として千年目になったちょうどその日に、池の真ん中あたりから眩しい光りました。そして千年かかってしまいましたが、妻の竜はやっと虹色に輝く玉を見つけることができました。そして妻の竜は夫の竜と共に天に登っていきました。天界に戻ってきた竜の夫婦はいつまでも仲良く暮らしたのでした。というお話でした。ここからは私が感じたことのお話になります。いつもこの門池の前を車で通っているのですが、ある日に池の上空を気持ちよさげに天女様が飛んでいるように見えました。私はその頃には神社の前を通ったらお礼をする習慣になっていましたので、ここでも天女様に向かって心で感謝していました。毎回ここを通るとそうしていました。私は以前に心不全で緊急搬送されて専門の病院に2週間以上入院していた時があります。病院から見る景色は変わり映えしなくて2週間も経つと飽きてきます。私は心の中でついつまらないなぁ、いつも同じ景色で、と思ってしまいました。それから2日か3日後くらいだったと思うのですが、ベッドで横になっていると、天女様が私のベッドの上に飛んでいましたというよりかは浮いていました。そして私の手を掴んだと思ったら、なぜか私は門池にいました。天女様にしっかりと手をつないでもらって、ここで天女様が私と手を離したら多分私は戻って来られないと思いましたが、当然天女様がそんなことをするはずもなく、門池の周りを飛んで私にいろんな景色を見せてくれました。そして天女様が私に話しかけてきました。お社に行ってみる？私はそれを承諾しました。そしたら池の中に入っていきました。ちょうど池の中央付近の位置に長方形の形をした小さい石があるのですが、その中に入れました。全くおとぎ話の世界ですね。中に入ってびっくりです。とても入り口では想像ができないくらいのとても大きい空間がありました。何かイメージとしては竜宮城といった感じの場所でした。そこには人の姿をしたたくさんの方々がいました。にやびやかでした。と思ったらすでにベッドの上にいました。とても不思議な経験でした。寝てはいなかったのですが、それ以来弁天様との距離感がぐっと近づいた感じがしました。最初の頃は天女様の姿をしていたのですが、いつしか全身が真っ白な女性の姿に変わりました。一目で人間ではないことはわかりましたが、とても美しい顔立ちをしています。車で移動中の時に心でいつもありがとうございますと思うと、車の助手席に乗っていて、呼んだ？と私に言ってきます。こんなことがあったので、毎月弁天様に会いに行くようになりました。これが私が経験した門池の竜神伝説になります。
弁天様は龍神様が人の姿になったものなのかはわかりませんが、また一人神様と縁ができました。